今回は動画編集者必見、動画データを送る方法を解説していきたいと思います。どうもこんばんは、てるです。それでは本日もやっていきたいと思います。で、久々にちょっと更新頻度がぐんぐん上がってきてますね。ここ最近ちょっと1ヶ月以上ついこの間まで上げれてなかったんで、ちょっとこれから更新頻度上げていきたいなと思います。で、今回は動画編集者必見、動画データを送る方法を解説していきたいと思います。で、今現在動画編集をされている方であったりとか、動画編集を始めたての方はですね、動画を作った後にこのデータをどういう風に送ればいいのかっていうのがまず壁にぶち当たると思うんですね。で、その時に、一番いい方法があって、ウェブサービスを使ってそこに動画をアップロードします。そこをアップロードして、それを URL リンクができるんですけども、もうそれを知り合いであったりとか友達とか、あとはまあクライアント、一緒にお仕事をしている人に送るやり方があるんですけども、その中でもダントツで一番使われているのがこちらのギガファイル便です。はい、これを使うことによって、例えば動画編集をして映像をポンとできたと思います。それをもうドラッグ&ドロップでポンと入れるだけで、自動でですね、こういうふうにアップロードがされて、そしてその URL が発行されて、それがまあ期間がいろいろ決めれるんですけども、それを送ることができます。で、最大なんと1ファイルですよ、200ギガまでできるんです。やばくないですか。まあ、この後にですね、実際にこのギガファイル便のやり方っていうのは解説するんですけども、このギガファイル便で200ギガも動画データ送れます。で、例えば私が今撮ってるこのポケットシネマカメラ、これめちゃくちゃデータ重たいんですね。例えば 4K とかで撮る場合だったら、どうですかね、4時間5時間ぐらい撮ったデータが、だいたい200ギガぐらいまでいけちゃうと思います。 MP3 とかの曲だと本当に多分2万曲とか2、3万曲ぐらい多分おそらくいけるんじゃないですかね。それぐらいの莫大な量でも、このギガファイル便がなんと無料で使えちゃうんです。はい、ちょっとこれ案件っぽく見えちゃうんですけども、本当に、すごくいいサービスでいいなと思ったんでこれ紹介させてもらってるんですけども、まあ、他にもドロップボックスであったりとか、あとはファイアストレージとかそういうのもあるんですけども、その中でも今回はこのギガファイル便をご紹介していきたいなと思います。なので、このギガファイル便のやり方とか、使ったことないよっていう方はこの後の動画もぜひ見てもらえたらなと思います。それでは早速 PC の画面で解説していきます。はい、それでは早速始めていきたいと思います。こちら今回 Google でギガファイル便というふうに検索してください。そうするとこういうふうに無料大容量というふうに書いてます。これをクリックします。そうするとこのような画面になります。もうここに書いてますね、1ファイル200ギガまで。はい、でファイルをアップロードしてからなんと60日間ここの、ネット上でですね置いといてくれるというふうな感じになってます。でもやり方はすごく簡単です。ここに7日、14日、21、30、60とあるんですけども、どれぐらい、まあ、例えば保存をしてもらえるかっていう感じなんですけども、例えば、そうですね、クライアントに、送るときとかに、まあ、30日間は有効にしておくとか、7日間に有効にしておくとか、例えば友達が今現在ちょっと仕事が忙しくて、もう来週中に見れそうだっていうときはもう14日ぐらいにしておくとか、まあ、そういうことあんまないと思うんですけども、まあ、基本的にはまあ7日で十分かなっていう感じですね。はい、もうあとはすごく簡単です。もうこれを例えばもうドラッグアンドロップ、こういうふうにファイルを持ってきてポンと離すだけで自動でこういうふうにアップロードができます。はい、でこれも56って 100% になるんですけども、なったらあとは URL リンクはこういうふうに完了と出ます。はい、あとはもうこれをもうコピーして貼り付けるだけです。例えばこういうふうに例えば友達に LINE であったり、もしくはメールであったりとか、まあ送れるそういうツールを使って送ってあげると。じゃあこのリンクを開くとどんな感じになるかっていうと、もうこういうふうにダウンロードのリンクがなって、そのダウンロードしたい方がこれをクリックするだけでもダウンロードができちゃうという優れものなんです。やばくないですか。はい。もしくは例えばパスワードをつけることもできるんですね。例えばこれを001ってやって設定を押してあげると、ダウンロードパスワードを設定しましたと。じゃあこれ先ほどのリンク開いてあげるじゃないですか。そうするとダウンロードキーっていうのが出てきて、これを入力しないとダウンロードができなくなっちゃったりします。はい、もしくはこちらも削除キーってあるんですけども、 EFAB っていう感じで、もうダウンロードしたあとは、クライアントであったり友達に消してもらうためにはこの削除っていうのを、この削除キーですね、これを入力してあげると、これがこうですね、はい、入れてあげて削除を押すと
このファイルを削除しますかって OK になります。はい、削除しました。なのでこのリンクをもう一度開いてあげるとしましょうってなると、はい、もう削除されちゃって、もうこのギガファイル便のサーバー上にはないというふうになります。どうでしょうか。まあ、他にもこれなんかこういうふうに設定であったりとか、こんな感じでいろいろあるんですけども、まあ、基本的にもう使うのはもうこのアップロード、このページで先ほどのようにドラッグ&ドロップで入れると、これ追加でこんな感じでバンバン入れることもできます。今1個2個もう同じ動画ですけどね、はい、こんな感じでバーっとできますので、まとめて5つでやったりとかポンと入れることができるので、はい、こんな感じでもう随時バンバンバンとこういうふうに URL ができていきます。はい、っていうことで本当すごくシンプルなあのサイトなんですけども、これで以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回はこのギガファイル便っていうものを紹介させていただきました。まだ初心者の方であったりとか動画編集始めたての方はですね、一度はこの壁にぶち当たると思います。この重いデータどうやったら送ったらええんやろみたいな、そういった時に、このギガファイル便であったり、この私のこの動画を思い出していただいて、これを見て、友達であったり、クライアントに送っていただければなと思います。ということで今回の動画が参考になったよとか良かったよと思っていただければ、ぜひグッドボタンお願いします。あとは今後こういう企画をしてほしいとか、こういう動画を撮ってほしいっていうのがあればぜひコメントもお願いします。このチャンネルでは動画編集のチュートリアルをたくさん上げているので、興味のある方はチャンネル登録もお願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。